久保さん、あのカレーうまかったっすよね。あのカレーはもう一回食い、食ってもいいっすよね。あそこのあの、億万長者菓子の湯河原の飯はあんま大したことなかったですけど。あの、なんすかね、億万、あの、熱海のところはなんか、飯がほんとうまかったですよね。まあちょっとあの、立地的にはすげえ、卑怯というかね、山のこのてっぺんのあれでしたけど。なんかあの、湯河原は、 研修クオリティですよね。研修、研修所で出る飯クオリティで、多分あの、うん、熱海でやったところは普通の一般客のなんか、うーん、なんだろう。その、なんかクオリティというか。うん、まあでもや、やあの野菜カレーはちょっとおもしうまかったですね。うん、まあ、今回ね、僕あの、とかあのー、 一番思い出深いのは、北海道行ってジンギスカン食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったっすね。ジンギスカン、懐かしくて。またジンギスカンちょっと食べにね、北海道に行こうかなと思いますね。やっぱ大事ですね、あの味、あの味っていうね。うん、まあちょっと億万長者合宿は、再度やることはあんまなもう当分ないと思うんですけど、やる予定はないんで。<laughs> うん、そう。 まああの、ちょっとジンギスカンはまたね、40歳になったら今度また行こう。<laughs> 北海道行こうかなと。今度はね、ちょっとまあ今回商品販売の撮影で行ったっていうところもあって、結構それが大きい部分があるんで、ちょっと弾丸だったんですよ、すげえ。うん。だから移動しては撮影、撮影しては移動みたいな。うん。まあ最低でもちょっと1週間ぐらいは北海道滞在したいですね。 なんか、中二日三日で移動ずっとしてたんで。うん、まあ、今回はですね、あの、これいい言葉ですね。あの、東急阪神東映グループの創業者、日本の実業家、小林一蔵さんのこの言葉で、この小林一蔵さんのこの言葉めっちゃいいんじゃないかなと思うんですけど、金がないから何もできないという人間は、金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間であると。 お金がないというのはただの言い訳でありたとえお金を得たとしてもまた違う言い訳を探し <laughs> また違う言い訳を探してしまい何も,何もできないまま時間がかかり過ぎすぎていく本当にできる人は現状でできる最善を尽くし何事も成し遂げるものです本当にできる人は現状でできる最善を尽くし何事も成し遂げるできることの最善を尽くすってことですねこれ素晴らしいですねこれはこれはあの 素晴らしい言葉です。的を得てるなっていう。だからまあ、久保さんもね、みんなの銀行を紹介してましたけど、久保さんもみんなの銀行もそろそろ見えてきましたよ。もう、久保さん。昨日もね、入ってたんですよ。昨日も、昨日、昨日16でしょ昨日も入ってたんですよ。9月16ですよね、昨日。はい、見てください。 今27万59円ですねで。昨日も1000円入ってたんですけど、久保さん見えてきました。あと30人です。これ間違いなく行きますね。<laughs> あと30人ですよ。まあ途中でね、戦後報酬1500に上がりましたけど、まあ基本デフォルト1000円だったんで、まあ300人ぐらい紹介しないと、この30万は到達しないですけど、この59円に関しては、利子ですね。利子。<laughs> みんなの銀行の 利子高いんで、すごいですよねそ。紹介したお金に対してまた利子つくみたいな。いや、見えてきました。あと30人です。達成ですね、これは。多分。まあ、みんなの銀行さんのキャンペーンが終わっちゃったらあれですけど、終わらないんだったら多分30人いくんじゃないかなと思いますね。うん。だみんなやんないっすよね。うん。まあ、僕はこれ知らなかったんですけど、久保さんがね、これめっちゃいいよつって言って、確かにいいなと思ってね。確かにこれはいいと。 しかも、うさんだ、銀、ね、銀行の免許って結構審査厳しいと思うんですよ。で、どこのよくわからないね、仮想通貨、これいいよって紹介するよりかは、いや、一応金融庁というかね、銀行の免許取ってね、行ってるし、それが怪しいんだったら、国に、国が許可してんだから、うん、それを否定するんだったら、もう日本出てけっていうね、日本。 話じゃないですか一応国が強化してるとうんなんまあその比較対象するとですよあのポットでの仮想通貨なんかねあの僕もちょっと見たんですけどそのなんか与沢さんがなんか日本来てるみたいですねでなんかいろんな番組に出ててそのなんだあそう青白王子となんか動画撮ってましたねそれでその仮想通貨の下落のこと言ってたんですけど相当いたったねらしいですね まあ僕は仮想通貨とか全くやってないんで。まあ確かに旨うまみはね、まあその、よくわからないから上がるっていうこれもあるんだけど、まあそのリスクもありますよね。でもみんなの銀行、リスクないですよ。相手もリスクないし、銀行口座開設するだけですし、<laughs> 無料だし。でも実は本当いい、あの、利便性は非常に僕はいいと思うんですね、みんなの銀行さん。うん、すごいいいなって、画期的だなっていうか。 まあ、あの、多分日本初ですよね、アプリ特化型の銀行っていうのが。素晴らしいと思います。うん。だから僕、みんなの銀行やっぱ利子高いので、まあ、で、あと1000万保証もあるんですよ、みんなの銀行。だから、1000万みんなの銀行は入れたいなと思ってますね。うん。だからその、利子ですよね。で、みんなの銀行で、例えば、 これぐらいのパーセンテージで、1000万入れるとこれぐらいのパーセンテージ出て、で、その利子で、ただ飯を食うみたいな。それを動画のネタにすると。いや、みんなの銀行に1000万入れると、これぐらいの利子がついて、これで飯食いに行きますみたいな。ただですと。<laughs> っていうネタですよね。みんなの銀行ね、あリエイトずっとできるようにしてほしいですよね。ずっとできるように、なんかその A8 プログラムとかに登録してほしいですよね。 ずっとやりますよ、僕、本当に、うん。いや、300円でもいいんで、なんかやってほしいですよね。その、300人、300人、上限30万いった人は、あの、100円でお願いします、みたいな。うん。うまあ、話を戻すと、金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間であると。 やっぱね、この、ここの大事なのが、本当にできる人は現状でも、現状でできる最善を尽くし、何事も成し遂げると。だからまあ、うん、億万長者合宿でも出てますけど、手持ちのカードですね。自分が持っているもので最善を尽くしていくっていう、どうやったらできるんだろうっ,つってやっていくし、これもう本当にまとえてるなと思いますね。本当ね、やらない人はなんか、なんか理由つけるんですよ。ああだこうだ。 もそれやりたくないことです。やりたくないんでしょうね。やりた、本当にやりたかったら、なんとかしてやりますから。お金がなかったらお金作ってくるし。うん。そう。だから僕のね、熟成さんで人生変えた一人、黒子ちゃんっていう人がいるんですけど、まあ、あの、保証人の印鑑をしてしまって、1500万くらい借金あったんですよ。で、返済しててお金ないですよね。だけど、ドリームアカデミア、あの、お金借り、また借り入れしてきて <laughs>、で、なんとか作ってきて、 で、ドリームアカデミー入ったんですけど、その後、人生変わりまして、今は借金1500万も返したし、そう、あの、久保さんもやってたと思うんですけど、今、その、クロコちゃんっていう子も不妊治療やってるんですよ。で、すげえ高いらしいんですけど、まあ、なんかもう何百万、3、400万ぐらい払ったとは言ってましたね、不妊治療。でもまだちょっとできないみたいなんですけど。1500万借金をあった男が、 なんだもうか完済して、その不妊治療にも何百万もかけられるようになって、まあお金には今もうだいぶ、もう貯金も何千万あるだろうし、人生変わりましたね。うん。ん。お金がなくても入りましたからね。っていうか、1500万の借金があるけど入るっていうのよくわかんないですよね。うん いや僕もね、結局、鹿児島で独立しましたけど、本当に僕も2000万ぐらいマイナススタートだったんで、とりあえずやってきましたけどね。僕は常にやっぱできることをやってるんで。てか、これが全てかなと思いますね。今できることに最善を尽くる。この言葉本当にいいと思うんですけど、最善尽くすしかないんですよ。このやれることに対して。 手持ちのカードしか持ってないんだったら、ひとまず手持ちのカードを使い切るとか、手持ちのカードをや,りやるってことしかないんですよね。うん。本当にできる人は現状でできる最善を尽くし、何事もなし。こ,これいいな。うん。現状でできる最善を尽くすと。うん。これはいいっすね。うん。 だお金がなくても、自分が、お金がなくても別に借り入れもできるわけじゃないですか。やろうと思えば。で、堀江さんもなんか言ってましたけど、なんかその、なんだろうな、うん、ぶっちゃけその安いと。いや、企,企,企,企業でせあの、企業の利益の利回りと借り入れの,利、ま、あのパーセンテージで比較対象して、いやこっちが高いんだったら、こっち安いでしょ、みたいな。うん。 みたいなこと前なんかの動画で言ってましたけどね。うん、ただなんか、お金なくても、お金なくても起業する人は、どっかからその、その昔、アメバ TV で会社は学校じゃねえっていうね、面白かったんですけど、続編もやったんですけど、続編は微妙でしたね。会社は学校じゃねえってやつも、そのあの起,業起業するんだけども、お金ないんですよ。だからき、投資家の人に頭下げてね。 あのすごく印象深かったんですけどそのスパゲティですかなんかスパゲティを床にこうバーンやってお前食えんのかみたいな食えるんだったら投資あの融資してもあの投資してもいいよみたいな土下座しなんか土下座しろみたいな食えみたいなねでその下に落ちたねスパゲティをね食うんですよでそのもう一人の仲間も下に落ちたスパゲティを食うんですよでその投資家の人がお前はなんかいい仲間持っとるなと 仲間も下に落ちてるスパゲティ食うって、まあ、まあ、できないぞと。じゃあ分かった、投資してやるよっ、つってね。うん。どうすかいあの、今できること、スパゲティですよね。あの、投資家の人が、投資家の人が、床に落ちたスパゲティ食えと。最善です。か、金借りたいです。スパゲティ食います。最善ですよね。それ以外ないですよね。だって向こうが求めてんだから。ね、スパゲティ食えと。 食ったら金投資してやるとそそこで。そこでの最善って何ですかそこでの最善って多分そこでの最善は食うしかないですよね多分 <laughs> なんかいやそれはそんな人にお金をかか借りたくありませんみたいなこ,のこんなのやって意味があるんですかとスパゲティ食って意味あるんですかみたいなこうスパゲティ食って払い手起こしたらどうするんですかみたいなね <laughs> あじゃあもう好きにやってみたいな 貸さないから、みたいな。投資しないから、みたいな。あれも面白かったっすね。会社は学校じゃねえっていうのも。僕も間違いなく、あの、すいません、おかわりいいすかみたいだ。すいません、おかわりさせてください、みたいな。もう一回落としてください、なんか、みたいな。食べますぞ。その代わり、そう、オファーですよね。その代わり、その代わり、1.5倍お願いします、みたいなね。 こいつバカだななみたいな面白いなっつってもっと金貸してくれるかもしれないですね <laughs>。そう。うん。いや、これはいい言葉ですね。はい。いってらっしゃい。